遠藤の追ってるから。俺もう遠藤は分かった。別にコミュ障じゃない。ただ結構自分持ってるだけ。なるほどね。どういうことですか。いや、いい意味で。いい意味ですか。一番厄介なポイント。一番厄介。プロとしては悪くない。確かに B 型で。結構自分持ってるし。マイペースって言われるっす。なんかあるよね。うん、持ってるよね、自分も。あんまり良くない。何すか声実際怖い危ない一番難しい難しい、ね、あれやろうよクラブハウス企画あのアプリのやつ何で発言力ある人じゃないできないですよなるほどね発言力っていうかあれ喋れないときついよきついちゃんと喋れないと無理でさ、うん、振られたりしてどう思うみたいな振られてテンパってたりしたらそれはあるもう地獄あやったのもっちゃんもいや俺はそれは分かっ自分が分かってるからやるなるほどねでも聞きたいあれ聞くのは好きだからそうね今来てますからはい若手のホープがホープ頑張れよお前開幕スタメンに名乗りを上げてますから開幕戦って1年に1回しかないからねお怖いいいこと言うと、うん、頑張れよなんか開幕戦のエピソードみたいなのあるんですかこれまで、うん、やっぱ特別なものみたいなのってあるんですかね開幕戦っていうのは聞きたいサッカー選手とかそうっすよね、まあ、やっぱサッカー選手になったって一番実感できると思う、うん、あの開幕戦っていうあの舞台はまあ今コロナで応援とかあるかもしれないけどやっぱ開幕戦っていうのは独特の雰囲気の中でどれだけできるかっていうのがやっぱプロとして試される一番の最初のまあ試練というか試練やっぱそこでなんていうのまあ自信持ってできひん選手っていうのは後につながらんと思うしまあそこでミスを恐れずにしっかりトライし続けて自分の良さを出せる選手っていうのが上に行くんだよねいいね結構、うん、クラブハウス招待しようか実はできちゃうタイプだよ意外と話しながらまとまっていくしね探りながら、ね、そうそうそうやっぱそれがアウトプットだからなんで早稲田の人本当に喋るの上手いなって思うんですよ持ってくなんかちょっとソウヤがイケメン枠になろうとしてません俺結構ソウヤイケメン枠で俺は捉えてくるやめましょうかそんな言われたことないですから中村本当にそう中村なんだっけ本当に言われたことない中村ともいいけど王者にイケメン枠でしょイケメンが言うからいいんじゃねだってあんま人のこと褒めてもらうのやめろ俺が一番だ、うん、やめろいやそうやイケメン枠でいこうやばい普通の頃のなんか芋臭さないもんえもっと芋臭かったいやなんかこんな髪の毛こんなおしゃれにパーマとか当てるパーマして知ってたお前大学の時やろ普通にハサミを切るっていうことは知らんかったていうか金があれ持ってるまず枯れないグミやっぱ人ってお金持ったら変わりますからユージはもうなんかもうハマっ子って感じだもん、うん、違いますね町田っ子なんかもう横浜 F マリノスで育ちましたっていういほら超エリートっすよねマリノス俺と同じこと言ってるじゃん俺も言ってたでしょマリノス感がすごい目黒感ありつきましたから、ね、あいつはマジで目黒感一緒でなあえて出してないですよ。あえてやんな。これ出したらダサいっすよ。ゼロ。本番出したらすごい。ダサいよ、ダサい。一番目黒。やめみたいな。一番目黒。一番目黒。俺はそう思っちゃ悪いですけど。うん、言わないだけで。目黒感ない。まあ、俺あんま目黒知らんねんけど。俺今日は十分だよね。1日で3年ぐらい行ったら。ああ、1日で1日。1日やったらやっぱ違うんだよ。1K の人は違うんだよ。 1K って何の略？千。万の M。 ミリオン。あ、ミリオン。ミリオン。ミリオンは100万でしょ。目黒。1元黒じゃない。初めておもろい。使ってー。すごい使って。 1.6M は 1.6 目黒っすよね。これおもろい、俺らだけやろね。ちょっとユージ君押していきましょう。そうだね。俺はいいよ。インテリジェリーが。ドイショーマン。運転して。ドイショーマンっすよね。
俺とゆずくんの中で土井翔馬俺もう帰ってきたであれ土井翔馬早い帰ってくんだ土井翔馬中村智也歩いてるのがフィルミーノ7番フィルミーノですフィルミーノ新潟の新潟ゴリゴリっすかゴリゴリフィルミーノモバール Z 次回もお楽しみにモバール Z 次回もお楽しみにモバール Z 次回もお楽しみに うわこれやらせだな